はいどうも、この分手 J リーグサッカーチャンネルのつつんです。今回は J リーグ席話こぼれ話第25弾でございます。よろしくお願いいたします。ということでですね、まず、今回表題こちらですね、本間翔移籍先決まりましたね。いよいよ J1 の舞台に、彼がやってくるということでございまして、移籍先込めて、移籍先含めてやっていこうと思いますね。で、近税の対戦カード判明、明日発表されるんですけれども、どうも、村井チェアマンの話によると分散開催が今年は増えるよということでございます。そこも、詳しくお話ししていこうと思います。で、高校サッカー選手権の決勝優勝したのはということでございましてね、今日は、高校サッカー選手権の、決勝がありましたね。青森山田山梨学院の試合でございますけど、そこのレビューの方をやっていこうと思いますね。よろしくお願いいたします。で、紹介しないニュースなんですけど、今回なしでございますね、今回なしでございます。ちょっとね、時間の都合上ちょっといろいろねやることがあってですね、ちょっと個人的な理由なんですけども、ちょっと走らせていただきます。で、最初新潟の本間翔ですけど、まさかの徳島移籍ということでございまして、まさかって言った徳島の方に失礼なのかもしれませんけど、ちょっと予想外の、移籍先でしたね。残留するのかなとか、いろいろ考えたりとか、しました。なかなか移籍先決まらず、おそらく J1 からの他のチームのオファーもあったと思うんですけども、徳島を選んだということでございますね。で、本間翔、今シーズン7ゴール7アシストでございますね。で、40試合に出場しております。で、ポジションは主に左ですね。左サイドハーフをやったり、右で数試合、トップ下数試合みたいな感じで、スタメンでした。で、途中ね、試合の流れでポジション変えたりとかあるんですけども、スタメンはだいたい左サイドが、メインで多かったですね。で、本当7ゴール7アシストということでございまして、今年は本当去年はスーパーゴールが2発ぐらいありましたし、本当印象的な活躍ゴールがありました。で、この7アシストが物語っているようにですね、今年の新潟ってそんなこうなんだろう、得点源となるような選手が、ファビオがいたりとかしたんですけども、ただちょっとね、ファビオが退団してしまったりとか、渡辺新も怪我とかで、なかなかね、こう鍵となるね、得点を取れる選手が途中ではいなくなったんですけども、そんな中で7アシスト決めている、本当素晴らしい。この本間翔が、得点に絡んだシーンっていうのは結構本当ね、新潟多かったんですよね。で、本間翔自体のこの動きというか、アジリティの高さとか、思いっきりのいいミドルシュートとか、本当ね、素晴らしいプレーがついておりましたので、正直 J2 でもう1年本間翔残っても不思議ではなかったんですけど、ここに来て徳島移籍ということでございまして決まりましたね。で、やっぱり徳島のサッカーが、今年から、リカールド・ロドリゲスが、退団してですね、新監督来るということなんですよね。ただ、新監督来ると言っても、スペイン人路線で、徳島も行くということでございます。で、新潟の監督も、元バルサの、コーチといいますか、関わりのある、育成に関わっていたアルベルト監督でございますけれども、いるということでございまして、そこの、つながりがあるかちょっと、わかんないんですけれども、ただ同じスペイン人監督のもとでやる。やっぱそこは本間翔の何か考えというか、先を見越して、このスペイン人監督のもとで何かやりたい、共感できる部分があったから移籍したのかな。これやっぱりチームの、徳島のチームっていう、今年、昇格してきたばかりのチームで、まだまだ来年 J1 残れるかどうか、なかなか厳しいところであるんですけど、それよりもやっぱ自分がこう徳島で活躍して徳島を残留に導きたいっていうのが多分あると思うんですよね。間違いなく試合に絡むケースっていうのは多くなると思いますので、非常に多く、これは本間翔にとって僕はいい移籍先になったのかなと思います。絶対優勝争いをするようなビッグクラブに行くのがサッカー選手として全てじゃなくて、こういう監督の下でプレーがしたいとか、先を見越しての移籍っていうのは大事と思います。特に本間翔は若い選手で、これからどんどん活躍の場増えていくと思います。僕は本当賢い選択をしたんじゃなかろうかと思いますね。本当それで、徳島、最高の補強になりましたね。今年もともと徳島、流出がほとんどないんです。退団選手が、ほぼほぼ、いなくてですね、小西選手の残留とかいろいろ発表もありました。契約更新が順調に進んでいる中ですね、前線でいうと柿田の残留とか、宮代大成の補強とかありました。前線は本当、いいメンバー揃いましたね。これで本当ね、本間翔がどこで使われるか、新監督がどういうフォーメーションでやるのかっていうのがちょっと謎な部分まだあるので、なんとも言えないんですけれども、ただやっぱりサイドアタッカーの分、ウィングとか、4-3-3の3トップの左とかやっても面白いのかと、思いますけれども、ただ本間翔の場合はサイドアタッカーとかウィングのタイプの選手なので、どこで使っても生きる、どんなフォーメーションでも生きるのは間違いないのかと個人的には、思うんですけれどもね。これで本当徳島残留に向けて大きな本当に補強になりましたね。はい、で、次
近所で開幕川崎対横浜 F マリノスということでございましてですね、まあ、発表おもらしでございます。まあ恒例のですけどもね、発表じゃ発表は明日ですね。発表は明日なんですけども、今年は近所で開幕するっていうのは噂通りでございまして、その対戦カードはでもどこだろうって思われて言われていたんですけども、対戦カードは川崎対横浜 F マリノスということになる、であろうということでございますね。これはあの村井チェアマンが結構まあ、週休メガネーズさんですね、 YouTube のね、週休メガネーズさんの方で語っていたんですけども、まあいろんなときにこうね、近所とか、まあ開催してくれてオファーを出している、要は土日以外でゲームをねしてほしいっていうのを結構お願いをしているっていうのを、まあ、週休メガネーズで、言われていて、で今年の開幕戦はじゃあどうなるのかっていうことで、まあ今日新聞見てみたら、まあフロンターレ、マリノスがやる。で、まああの明日本当詳細は明日発表されるんで、明日まあお話ししようとは思うんですけども、まあ、これで神奈川ダービーの開幕がほぼほぼ決定で、さっきの話になるんですけど、今季本当分散開催が増えるんじゃなかろうかと、増加ということでございましてですね、まあ週休メガネーズさんの YouTube 見られてる方なら、ご存知かと思うんですけども、今年はですね、まあ、今まで近 J で近 J プラス同日で、まあ、やっていくっていうのが、昨年一昨年までの流れだったんですよね。それに加えて今年は月曜日もやっていく、露出をどんどん増やしていくっていうことなんですね。で月曜日マンデーフットボールは、やるっていうのは話はずっとあったんですけども、まあ、それに加えて水曜日開催のゲームについても言及されていてですね、だいたい水曜日のゲームって、まあ、J1 も J2 も水曜日まとめてドンだったじゃないですかね。水曜日のミッドウィークの試合を分散するっていうのは今まで多分なかった、まあ、昨年はちょっと火曜日とか、まあ、いろいろね多分会場の問題とかで火曜日やったりとかあったと思うんですけど、基本的に水曜日ミッドウィーク開催は、まあ、水曜日にまとめてドンだったんですけども、それを今年はそれもさらに分散するということでございまして、例えばね、水曜日ミッドウィークのゲームではなくて、基本的には水曜日なんですけど火曜日に一部やったりとか木曜日にやったりとか、今まではミッドウィークって言ったら水曜日だったんですけど、その水曜日開催も、まあ、分散して火水木とか、火木水木とか、そういうふうにいろいろ本当パターンを分けてやっていく、分散開催を本当に多くしていくということでございまして、本当ね毎日何かしJ リーグの試合があるようにしていきたいって言われていたのが村井チェアマンの話でございますので、本当明日どういう日程になるか発表されるのかちょっと楽しみになってきましたね。まあ、この分散開催のメリットとしてはやっぱりスポンサーへの露出が増えますね。やっぱり1試合ね1日まとめてドンだったら、まあ、いろんなチャンネル見渡したりとかしてですね、まあ、なかなか自分のチームだけっていうのはないんですけども、ただ火曜日にちょっと自分以外のチームが試合やるけども火曜日ちょっと見てみようかなとか、木曜日ね、今日自分の応援してるチーム試合ないけどちょっと今日見てみようかなっていうので、結構スポンサーのその効果とかも、見込める。で本当そこで視聴率も上がるということでございまして、これは結構、お願いを今している最中らしいです。最中というかもう最中は終わったんでしょうけども、ただやっぱりねシーズン中ね、どうなるか分かりませんけども、やっぱそれで村井チェアマンも村井チェアマンなりにいろいろ考えて、どうやったらJリーグの露出度が上がるか、スポンサーにとっていいメリットがあるのかっていうのをやっぱ考えて、まあそういう風になったと思うんで、僕は非常に、いいかなと本当思います。それは本当分散開催、僕も YouTube のこの動画を上げる側としても非常にありがたいでございます。本当ありがたいかなと思いますけどもさ、明日ね、まあ全部が発表じゃないんですけどもね、まああの一部、ね、発表がなるということでございまして、そこで注目して見ていきたいと思いますね。はい。で、高校サッカー選手権優勝山梨学院で決定ということでございましてですね、いやー見ましたね。いやー熱かった、この試合本当に熱かった。本当先制点山梨でしたね。先制点は本当ね、あ先制山梨かっていう感じでございまして、その間も青森山田結構攻めたりとかしていたんですけれども、ただ青森山田がこう攻め終わった後の山梨学院のトランジションが非常に早かったですね。主から攻への切り替え、あの鹿島アントラーズみたいにあのベタ引きせずに絶対前線に1枚か2枚絶対残しているんですよね。でこのセカンドボール、まあ青森山田の攻撃が終わって、じゃあ山梨学院マイボールだってなった時に、まあボールを前線に蹴るんですけど、そこにしっかり収まるんですよね。だからなんだクリアに見えるんですけど、しかしそこクリアのように見えてしっかり繋いでくる、そこからカウンターに持っていく。だからなかなか青森山田も前線に1枚とか2枚残っているんで、ラインをまあこぐってあげることはできなかった。ディフェンダーがまあフォワードがいるせいでちょっとねピン止めされたような形になって、それちょっとやっぱり山梨学院がしっかりそこ青森山田であってもやっぱり引かずに全員で引いて守るんじゃなくて、しっかり前線に残してカウンターに備えるっていうのは非常に素晴らしかったです。それがまあ見事にはまって、山梨学院も防戦一方という感じじゃなかったかと思いますね。で
ただ後半は青森山田がねリードする時間もありました。追いついてそのままねやっぱり1点取るとですねすぐ青森山田みたいな強いチームっていうのはまあ追加点取ってとかあるんですけど、まあ、実際追加点取られて、ね、2対1に一旦なったんですけど、そっからもう一回追いつくっていうね本当素晴らしい試合展開でしたんで、ただ青森山田としたらやっぱりなかなかね追う展開のゲームって経験してる数少ないと思うんですよね。まあもちろんね、まあ昨年まあいろいろまあこの高校サッカーだけじゃなくてまあいろんなリーグ戦とかに多分参加はこのチームしているんですけども、ただその中でもやっぱり追う展開よりもやっぱりリードを守るね、そういうゲームの方が多かったと思うんですよね。でそれでやっぱり追う展開、前半の追う展開で結構体力も使ったと思いますし、あの後一回追いつかれて、で多分青森山田としてもあのまま逃げ切りたかったと思うんですけども、あそこで追いつかれてしまったんです。その後ちょっとね展開としては多分相当厳しかったのかなと思います。結構焦りがちょっとねパスミスじゃないんですけどちょっと乱れたりとかちょっと合わなかったっていうのがあったんで、ちょっとやっぱりそこのね追う展開とかで追いつかれた時の展開とかっていうのがなかなかもしかしたら厳しかったのかなと。しかもこれ決勝ということで、まあ本当ね負けたら終わりの決勝でございまして、そういうやっぱりいくら青森山田の選手たちといってもやっぱり高校生なんですよね。そこのやっぱメンタル的なところでやっぱり追う展開とか追いつかれた後の展開っていうのをなかなか経験全く経験してないわけじゃ、ないと思うんですけど、やっぱりそこは山梨学院の方が上だったのかと。そこ本当難しいんですよね。本当強いチームだからこそ難しい。だから本当逃げ先行逃げ切りで青森山田としても行きたかったと思いますし、逆転したらねそのまま行けるって言えば、僕も正直あの後ね青森山田がリードした時にちょっと山梨厳しいかなって正直思ったんですけれども、ただあそこ追いついてで、まあ、PK まで持っていって、でまあ正直 PK の時もねあのカメラのカシャカシャって音がちょっと気にはなったんですけれども、さしょうがないかなって、なんかねカメラがねシャッター音がやっぱりこう応援がないのでカシャカシャカシャって音がやっぱり入ってしまう。まあ、これはしょうがないんですよね。まあ、メディアの方も、やっぱ写真撮らないといけないんで、その決まる前からやっぱりね、こう、助走の時からやっぱ写真って撮らないといけないんで、それはしょうがないんですけどもね、なかなかちょっとあれが、しょうがないとはいえ、ちょっと選手の集中、まあ、これはどっちもお互い、まあ、条件同じなんですけど、青森山田の時だけカメラのシャッター音が大きかったとか、枚数が多かったとかないと思うんで、そこはまあ、イーブンなんですけどもね、ちょっとまあ、かわいそうな感じもするかなって感じがあれはしました。まあ、しょうがないっちゃしょうがないんで、まあ、あれは、カメラのシャッター音は難しいかなと僕は思うんですけどもね。はい。まあ、どうで今回、お話ししてきたのは3つですね。まあ、ちょっと今回ちょっと短めになったかと思います。はい。ということで、以上、パラブンでJリーグサッカーチャンネルのつつんでしたよかったら、チャンネル登録よろしくお願いします。さよなら。